こんにちは。ビーーートルルズワールドニュースです。今日はビートルズの Now and Zen が AI 支援の楽曲として史上初のグラミー賞にノミネートされたとのニュースです。話の前にチャンネル登録をまだされていない方はこの機会にチャンネル登録を視聴後は高評価をよろしくお願いいたします。ではスタートします。ビートルズの アンドゼンが2025年のグラミー賞でレコード・オブ・ザ・イヤーとベスト・ロック・パフォーマンス部門にノミネートされ AI 支援の楽曲がグラミー賞にノミネートされた初の事例となりましたこの曲は2023年の末に発表されその制作過程に AI が関与したことが 話題を呼びました当初多くのファンは残りのメンバーであるポール・マッカートニーとリンゴ・スターが子・ジョン・レノンの声をディープフェイク技術で再現したと誤解していました。しかし実際には楽曲内の特定のボーカル・ギター・ドラムなどの要素他の音と分離する技術である ステム分離と呼ばれる AI 技術を使用し、レノンが生前に録音した低音質デモ音源をクリアにし、最終的な楽曲に使用可能な形にしたのです。ステム分離技術により、ビートルズはレノンのボーカルをノイズから分離し、 音質を向上させることができましたこの技術はリマスタリングや古いカタログの整理に有用であるとされており最近ではオーディオシェイク社がディズニーミュージックグループと提携し古い音源を正常化することで新たなリスニング体験や不安の エンゲージメントを促進する取り組みを進めておりますグラミー賞における AI の取り扱いについて AI はこの数年レコーディングアカデミーにとって議論を呼ぶテーマとなっております2023年夏アカデミーの CEO ハービー・メイソン・ジュニアは AI を使用した 楽曲のグラミー資格について話し合うため、レーベル、技術者、ストリーミングサービス、アーティストを交えたラウンドテーブルを開催しました。この会議には AI 楽曲で注目を集めたゴーストライターも参加しており、彼はドレイクとザ・ウィークエンドを模した、 ハート・オン・マイ・スリーブという楽曲で AI ブームを巻き起こしました。メイフォンはハート・オン・マイ・スリーブに感銘を受け、ゴーストライターと直接連絡を取りましたが、後にこの楽曲が AI で声を模した部分を含むため、 グラミー賞の対象外であることを表明しました。その後、ゴーストライターは AI の声を削除したバージョンをリリースし、ソングライティング関連の部門への応募は可能となりましたが、最終的にはノミネートされませんでした。ビートルズの歴史的なノミネート。 Now and t e n の2部門でのノミネートは、ビートルズにとって数十年ぶりのグラミー賞ノミネートであり、彼らがレコード・オブ・ザ・イヤー部門でノミネートされるのは、これで4回目となります。ビートルズのグラミー賞への道は、1965年、A Hard Days Night で最優秀新人賞と、 最優秀ボーーカルグルグプ賞賞を受賞した時に始まりました、た以来、彼らはグラミー賞を合計7回受賞し、1968年にはアルバム「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」で年間最優秀アルバム賞を受賞するなど、重要な勝利を収めております。 ビートルズの最新のグラミー受賞は1997年でこの時フリー・アズ・ザ・バードやアンソロジーにより3部門で受賞しました。今回のノミネートによりビートルズの競争部門でのグラミー賞ノミネート数は合計で25に達しました。もし今回 レコード・オブ・ザ・イヤーを受賞すれば、彼らの競争部門でのグラミー賞受賞数は8に増え、さらに驚くべきことに、この部門での初の受賞となります。過去には、1965年、抱きしめたい、1969年、ヘイ・ジュード、1971年、Let It Be で、 同部門にノミネートされましたがいずれも受賞には至りませんでした。競争部門以外でもビートルズはレコーディングアカデミーから多くの特別表彰を受けておりライフタイムアチーブメント賞、グラミートラスティーズ賞、グラミー殿堂入りなどの栄誉を得ております。なおダウア t h ゼンは 機械学習を使用して完成されましたが、グラミー賞の AI に関する規則内に収まる作品とされております。現在のグラミーのガイドラインでは、人間のクリエイターのみがグラミー賞の考慮、ノミネート、受賞資格があるとされているものの、AI の要素を含む作品、 れは該当する部門で資格が認められておりますこのノミネートについては一部の人々は AI を使ってレノンのオリジナルのデモ録音から彼のボーカルを分離したことに注目し SNS の投稿では「ビートルズは素晴らしいけど」 今回のグラミー賞ノミネートは少し無理がある。そしてオリジナルデモからジョン・レノンのボーカルを分離するために AI まで使っていると指摘されている人もおります。授賞式は2025年2月2日に開催されます。 以上ビートルズの NOW&ZEN が AI 支援の楽曲として史上初のグラミー賞にノミネートされたとのニュースでした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。これからも NOW&ZEN の話題についてアップしますのでチャンネル登録・高評価そしてビートルズワールドニュースの他の動画をご覧になっていただけますようによろしくお願いいたします。 では次の動画でお会いしましょう。ハローグッバイ。